こんばんは、マキーです。はい、ということで皆さん、実はですね、私とある新人アイドルを見つけてしまいました。まあ、うちにしては珍しく今回はナムドルでございます。ということで早速そのアイドルを紹介したいと思います。 XRO0 です。イエーイ。んー、ゼロって誰？演歌界の歴史を変えたゼロのデビュー曲、海行き。そうなんですよ。今回はね、ジェロっていうね、二人組新人アイドルを紹介するんですけど、まあなんで今日紹介するか、そう、今日がデビュー日でございます。イエス、10回よー。で、なんで僕はこの子たちを知ってたかっていうと、たまたまね、こうツイッターの方で K スタイルの記事を僕見てて、でその K スタイルの記事に MIX9 出身の日本人ヒロ&プロデュース101出身ジェちゃん7月16日にデビュー、ユニット名は XRO っていう風に出てたんですよ。日本人いるんだみたいな。だから二人組で日本人っつったらもう僕からしたら JBJ クオーぐらいしか出てこないんですけど、まあ、またなんか新しいの出るんだと思ってこう見たわけですよ。でそこにその事務所メジャーナインっていう事務所なんですけど、そこのカミングスーンで出てたティーザーの映像がめちゃめちゃかっこよくて、めちゃめちゃヒップホップじゃない？アイドルはアイドルだけど、K-POP っていうよりかもう K ヒップホップの方になるのかなとか思って、すごい楽しみにしてたんですよ。で、そしたらこう、タイトル曲じゃないやつが昨日、おとといぐらいに出て、でもそれ聞いたんですけど、めちゃめちゃヒップホップで。あ、ちょっと最近ヒップホップ好きな私からしたらちょっと、え、めっちゃいいじゃん、みたいな。二人組なんですけど、二人ともヒップホップゴリゴリに歌うみたいな感じのチームで、もうすごいデビューを楽しみに、楽しみに待ってたわけなんですけど、まあ皆さんね、このジェロの二人をね、知らないと思いますので、その K スタイルの記事からそのまま抜粋して読ませていただきたいと思います。まずは詳細です。 Mnet プロデュース101シーズン2出身のジェちゃんと JTBC MIX9 出身のヒロがデビューする。まあ、プジのシーズン2ってことはワナワンとかができたシーズンだと思います。まあ、そこに出てたジェちゃんで、 MIX9 は結局なんかいろいろ白紙になっちゃったりとか、あのそれこそイッチのメンバーとかもねちょこちょこ出たりとかしたので有名ですよね。でその MIX9 出てたヒロっていう子がデビューすると。で7月10日所属事務所メジャーナインはジェちゃんとヒロがゼロというユニット名で、7月16日に新しいデジタルシングルをリリースし正式にデビューすると明かした。先立ってメジャーナインは公式 SNS を通じて XRO0 のデビューを予告する映像とメンバーたちのヒストリー映像を公開した。映像には2017年プロデュース101シーズン2に出演したジェちゃんと MIX9 に出演したヒロが自己紹介をしている姿が収められている。続いて夢に挑戦した瞬間と成長するために過去3年間にわたり努力してきた過程を収め正式デビューを発表した。でこの映像がね、なんかあんま知らないんですけど、なんかちょっとグッとくるものがあるというか、ちょっとずるいんですよ。ちょっと感動しちゃう。안녕하세요. 1년 차 인생 19살 윤 제 채널에 옵니다. 안녕하세요. 히로라고 합니다. 제짱은プロデュース101シーズン2とアイドル再起動プロジェクトザ・ユニットに出演して歌やダンスなど様々な才能を持った練習生として注目された。ヒロも MIX9 を通じて優れたダンスの才能を見せ可能性が認められ日本人練習生という点でも注目を集めた。もうデビューしたばっかなんでちょっと情報が少ないんですけど、ちょっとそんな中でもね、せっかくなんでこういいなと思ったアイドルはせっかくなら紹介しようということでね、本日発表されたね Welcome to my jungle っていう曲がありますので、そちらの方リアクションしていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。イエイ。こうビートがかっこいいよ。まずかっこいいね、やっぱ。あ、めっちゃアイドルっぽい。ジャングル、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 
これがジェチャンですね。この子がジェチャンです。声高い系のラップ。この子がヒロです。日本人ですね。あと日本人なのにバリバリにラップ歌うんすよ、この子。めちゃくちゃ上手くない？めっちゃ乗れるこれ。うわ、この子たちいっぱい曲出してほしいな。いやミュージックビデオもさ、やっぱもう韓国って感じ。うわ、いいね、ここ。もうやっぱミックスの仕方が韓国うまい。いや、ダンスもうまいですよ、本当に。うわ、人増えた。うわ、これがあれか、世間で言うジャングルビートか。なんかソカとかに近いんですけどな、これ。ジャングルビートですね。あ、そっち行くのね。ウェケットとジャンゴー、あ、ジャンゴー、ジャンゴー、あ、あ、あ、わ、あ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 、えい、ふぅ、めっちゃいいやん。待って、俺マジで久々なんか、これアイドル、アイドルなのかな、ユニット、アイドルこれ。いや、めちゃめちゃゴリゴリのヒップホップな感じもするけど、でも二人ともなんかアイドルの元々出てるからね、オーディション番組で。感覚的にはアイドルなんだろうけど、てかそもそもメジャーナインっていう、僕ちょっと調べたんですけど、アーティストさん多い感じなんですよね。え、めちゃ良くない？ちょっと皆さんどうですか？ぜひコメント欄で教えてほしいんですけど、僕こういうのめっちゃ好きなんですよ。こういうね、ヒップホップ系とかちょっと好きだよみたいな、ちょっと聞いてみたいっていう人いたら、ちょっとぜひとも教えてください。あの、動画にするから。はい、ということで本日からデビューが決まりました XRO0 の2人でございました。ぜひともね、皆さんもあのチェックしてみてください。下の方の概要欄にね、こちらミュージックビデオの URL 貼っておりますので、ぜひとも飛んで見てみてください。ということで、また次の動画で会いましょう。チャンネル登録、高評価、コメントたくさんお待ちしております。それではアンニョー。